皆さんこんにちは、チームヒットのキングです。はいはい、ウサです。コウジです。僕たちはこれから、新宮まで行きます。今回、ね、運転手はハヤブサです。あ、バイパスね。うん、新宮行くやったらこれバイパス通らないやったんや。だけど裏道があるっていう、裏道というか、ではないかっていうほどでもないけど、別にはっきりというか地元民みんな使っとるの、普通に。もしかしたら地元民以外の人やったら分からんやん。まあな、まあな、それはいいけど、うん、あの基本的にだってさ、あのバスラーでも多分ここ通るはずで、あ、通るんやん、やろ、うん、通る通る、うん、バスも必ずこっち通ってくる。ちょっと前で行ったここやろ。あ、この辺懐かしいな。あー、クリス川。そう、この辺久々よ。あ、じゃあ今鮎川か。鮎川やな。クリス川もうちょっと奥か。あ、もうちょい奥か。うん、ほんまやな、トラック来てるやん。じゃああれか、なんか2台やな、多分、うん、にしてもあれやな、やばいよな。うん、しゃあないわ、しゃあないわ、トラックの方行くんやから。山よな、ほんまに山間部、山間部。なんかほんまに和歌山って海のイメージしかなかったからさ、こういう山来たら和歌山じゃないってたまに思ってしまう時あるんだよな。ここ走って通勤しやったからね。おかしな話っていう、あれ 何週間ぐらいな、2週間ぐらいかな、1週間ぐらい、あの一時行ってたところあって、うちもこの奥な、まさかの絵にこんな奥の方まで行かされるっていうのは、朝6時に起こされて、おーおー、よう行ったな、よう、マジで気持ち悪いけど嫌やったな。まあ、何もないからな、マジで。まあでも和歌山あるあるって言えばあるあるなのかな、こういうところは。まあな、ここでもうそこまでやん、最終ここやな、そうな、俺こっからもうないからね、コンビニすらなくなるっていうね。そう、やばいね、もう家と山たちやで。そう、さすが和歌山やん、こういうのに住んでる人らようほんまに住めるよな。なあ、どうするのって、まず電波あんのって思う。電波はあるやろ。まあ電波あるか、うん、電波は聞いてる、多分ね。でも問題と違う、いや、ソフトバンクね、わりかしあれやで、こっち方面にも来てるで。マジで？うん、一回有田川町の奥にも来たことあって。マジか。うん。あんのか、有田の奥にもあるって。じゃあ本部もあるな。ただね、その時に鍵。その時に。で、あれは自分通ってたのが、ここの坂道の上。ああ、これの上。で、あの、ボタン屋があんのよ。うん。で、そこに行っとったんですよ。まあ、山よな。なぜ孫悟空がおるんちゃうもん。ああ、ほんまやな、孫悟空って言ってな。クリリンと一緒に、そう、クリリン出てきておくれんかな、あのツルッパケ、クリリンのことかー、あのツルッパケ出てこない、ツルッパケ出てこない、クリリンのことかー。クリリンはでもカメハウスや、今住んどる。あ、そうやね。そう、カメハウスやから全くちゃう。てかさ、この先ってほんま電波途切れてるな。山、まあ、で、なぜか知らんけどここに道の駅があるっていう。まあ、コンビニがてらっていうあれやの役割やの。まあ、役割の割に人いないやん。なんか買うところではあるわな。うん。こういうところ。あれや、土砂崩れでも行けんくなったからこっち作ったんやけど。そういうね、あの災害があったからな。台風だっけ、これ。台風。台風で土砂崩れここになったんや。あの9月の台風っていうか。あの、11年のやつ？そうそうそう、あれ出た。で、ここ土砂崩れ、それでこっちに埋まったから道が移ったもんな。おお、でもまだなご、あれやな、痕跡残ってんねんな。なかなか治らんわな、ああいう大規模なやつ。土砂崩れだわな。だから、要はほら山奥やし、うん、あともうこっちも道作ったからええやろってなったやろ。うん、ああ。そういうことやろうよ。ここで繋がってないな。そう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 。だから、あれが起こる前は、じゃあ、通ってたから。ああ、そっちやったもんな。旧道、旧道というか、前の道っていうか、そう、うん。ええ、大土砂崩れやったしな。まあな、あの時はほんまにな、でかかったもんな、トンネルというか、そんでしょ、雨か。えらかったな。えらかった。俺はね、マジで。はい。絶対に。
まあでもな、まあしゃあねえけどな、しんどいわな、まあ長い力ないからしゃあないよ。中へちゅう、お前らバスで1時間かかって本数なかったらほんまにきついわな。だ、田辺市内で抜けるだけでもだいぶかかるんやから。うん、まあ今までだいたい時間的に何時なん、こっちもな、あのバイパスみたいなのな作ればいいの。もうちょっと交通の、まあだいたい45分で二川二川って地区、中越町。うん、あ、でも中越には変わりないんや。中越町の15分が田辺駅から。まあでも45分もかかるんか。だって新宮まで2時間やねん、境の。ほとんどこれしか映ってない。新宮まで。うん、てかね、今ね、めっちゃ左の車窓さ、撮ってんねんけどさ、まあ、どうこれ、これあれやろな、後から編集したらさ、これどこ撮ってんのって思うときあるんだけど。なんか難しいな、こういうところですね。な、機材がな。そう、しゃあない、しゃあない。最初は本体はここいらとかにあのカメラ置いてな、自分らの顔を映しながらと、あとこっちのところにあのカメラもう一個置いてるよ、あの、うん、イン、あの内側のカメラだとさ、そう、外の、外側のとそう、本来はそう、そうしなんだらあかんんだけどさ、今機材がな、ないからしゃあない、しゃあない、しゃあない。カエル橋もさ、自分ほらさ、長崎行く時の行きしなにを、黒潮乗った時に動画では撮ったんやけどよ、あの黒潮の動画ね、あの一応ね、編集してんよ、一回編集したら、まあ時間エグいとかに40分おお、結構あれやってた。人工編にしたらよかったのになと思うんだけど、いやあーって思った。さすがにちょっと40分はきついな、やめようって思って消したか。長いな、長いな。あの帰りの高速の方がもっと長いのにな。うわぁ、そういうこと。ご苦労様です。ご苦労様です。夏やろな。なぁ、するよな。作業してる人もしんどいやろけど、まあな、この時期はでもあれちゃう、まだまだマシやろ。すげぇな、トンネル全部やん。ライトやな、電気やろ。はい、というわけでですね、現時点で、田辺駅を出発してから、まあ、大体1時間が経過したわけなんですけども、まあ、今ここどこなん、危ないわな、どこなん、もうじきどこ違うんで、まあ、あと言えることが、あと今の間にあの5台抜かされました。5台抜かされました。名古屋と何はと境です。そのうちの1台はトラックやけどな。そうそう、それ何1台まさかのトラックに抜かされるっていう。しかもあれのトラックさっき抜いたやつやけどな。途中で抜いたトラックに、まあ、抜かされたっていうことなんですけど、まあ大体あと1時間ぐらいで、目的地の新宮に着くと思うんで、多分やけど、まだ今のところは。ただただ言えることは周りは山と木しかありません。そう、山だけ、はい、山だけです。だね、うん、まあでも釣りとかだったらラッキーやけどな。ああ、川あるからな。うん、むしろここで2回をしようっていう。釣りとかは最高や、ね、最高やろな。別荘とかは建ってたら、うん、ほんまに自然に別荘あったら、あのバーベキューとかしたい。ああ、それはなるほど。わかる。てかここにさ、一軒家だったらあれやん、ポツンと一軒家でほんまやな。あのでかい道沿いにポツンと一軒、ポツンと一軒や。マジでポツンと一軒家だけや。こんなところで言えなあったら逆にすごいな、来るぞ来るぞって。すいません、ポツンと一軒家でーすって言ってくるぞ。ほんまにほんまやな、来そうな、来るで。あの日曜日に放送されるやん。ほんまや、放送されるやん。あ、見やる。これも、うちも見やるよ。晩飯食うときにね、時間帯がそうやからね。あー、8時やから来ると、やからね、ずっとばあちゃんと二人で見やる。で、何か知らんけど西日本側が多いからさ、この前和歌山出てたもんな。入ったわ。あ、本宮やな。本宮です。この先にあるわな、あのむちゃくちゃ暗くて腹立つトンネル。ああ、前に言ってたやつ。うん、こ
ど飛んでるよな。出たこの車、寂しいトンネル、うん、暗いな幽霊とか出えへんから。マジでていうかね、このトンネルがさ、こっち NG やからね、マジで心霊系はマジでやらんねん。一生やらんでいいよ。マジでえらいことやるから、ほんまに。マジで責任取れるんかっていう話やん。ほんまにそのレベルや。そうやから絶対やらへんねん。あ、でも、うん、面白半分でやるもんじゃないんで、皆さん気をつけましょう。あかんからね。うん、あ、でもさっきのトンネルもそうやけど、LED のやつ作ってんな、できてんな。うん。あの、あとあるやん。あるってか、LED のライトあるから。つけるんかな。付け替えるな。うん。というわけで、まああれからちょっと進んで、田辺市の本宮までやってきました。川湯温泉9キロ。いや、まだやん、まだやんまだ半分来てねえかよ。しんどい。川湯温泉ってあれやな、千人風呂やな。そうあ、そうや、俗に言うな。冬になったらあれやろ。工事多いな。多いな、ほんまや。ダメな、年度末とかでもないのに。年度末は結構多いと思う。あれか、道の新しくなるか。癖が強い。肩の振り方よ。かっこいい、なんかウィングのついたやつ。マジ？で、今何倍？よいしょ。川湯温泉。川湯温泉右。千人風呂でーす。あそこはなんかホテルか。あー、なんかの宿泊かなんか。あ、施設かなんかそれ多分やる。まあ、ここやの。で、この先にちょっと家があるっていう。なんか、テレビでなんか見たことある気する。こっちの城？あ、そっか、まだあっちの新聞。えらい、こっちゃ。えらい、ライトつけらん。左行ったら本宮大社ね。それ、だからこっちがあれか、奈良方面。奈良方面やな。ほんで、抜いた2台、結局信号に広いな。広い車を押しつけるなぁ。キャンプかな。氾濫してくれんかな。氾濫したらどうやることになる。見たらさ、北山だっけ。あ、そうなの。違うと思うけど。違う、看板ちゃんと書いてある。ちゃんと。うん。おい、前の車はどこで。だから大丈夫。あ、知っとるか。うん。あいつが、これ曲がったら、あの、北山村って言って、あれ、二台に曲がっていったよ。ほんまや。まあ、和歌山で、なぜか、孤立してる村になります。三重県と奈良県の境にある和歌山県の村唯一ような、あの、どちらにも属してないところにある。そう、あれって北山村って、あれは新宮市に入るのか。あれ、いや、もう北山村よな。そういう村や、村になってる一個の、なんか唯一和歌山で村ちゃう。村になってんの北山だけちゃう。お前、もうそっか、龍神もそうやもんな。そう、田辺市龍神村になってるから。だから北山村の場合は東室郡、東室郡北山村になるから、唯一なんか独立してる、合併してなかった村よな。ほんまの孤立してる。多分日本全体で見ても北山村ぐらいちゃうかな、確か。まあ、だってどこに、あの、和歌山県で唯一飛び地になってて、それもなんか日本で多分北山村だ、北山だけ北山村も行ってやっとくのがまたね、今度ね。うん、思い浮かんだもん、自分今のお前なんかないかなって思って、あ、そういや、滝っていうから那智の滝やろ、じゃあ出会わってなって一瞬で見るの。透き通ってるからね、なんか綺麗よな。田辺駅を出て、だいたい2時間、ちょうど2時間ね。ほんまにちょうど2時間よ。いい感じ。
まあ、新宮市までやってきました。ちなみに私は初めての。あ、初めてな。あれか、うん、あー、そっかそっか、初新宮でございます。マジか、うん、マジ23年和歌山におったけれど新宮が初。新宮初、新宮初の自分に何回か来てるかな、新宮は。ちなみに今3、4回目。ちなみに僕は3日前に23になりました。あ、おめでとう、おめでとうけど。あー、マジか、自分忘れてた。ひどない？マジで、マジでごめん。3年付き合ってたんじゃん。マジでごめん。あの、よくあるよ。あの、俺結構何かと忘れられやすいから。